すごくない？ついてきたけど色海の色がね、やばいやばい、透明感増し増し、すごい、確かに全然違う、見てあっちまで、すごいね、すごいね、めっちゃ綺麗やわすごいめっちゃ綺麗、さあ到着。なんか6年前ぐらいに一回来たんよ、うん、その時より綺麗になってる気するより海綺麗なんだ、いやすごいすごい、おーみんな続々とパラソルを持って場所取りがして、場所取り、うわーめっちゃ綺麗、すごいな、透明ね、みんな楽しそうやな、ね、おやもか、入ろうか、おやも、うん、あー昨日よりは冷たい、冷たい、あーでもめっちゃ透明、やばいねこれは、すごい綺麗な、すごいでした、5ぐらいあった方が楽しいと思う、1個だけでも足りる、足りる、あ、魚でっかいでっかい、え、魚見 て, 見てどれどれ、モグラしてそれ、ブこんなんやったで、どんなん、そんなん、こんなん、こんなん、こんなんおんの、うん、もうこれ借りる、これ借りる、これ借りる、あー借りに行こうか、何なのよこれ、この人危険生物おる危険生物おるじゃあゴーグル買いに行こう、マスク、ありがとう、500円、はい、500円だけ、ワンコインマスクですあざお、あすごい、あ、中でおる、めっちゃ透明やな、めっちゃ透明やし、めっちゃでかい魚おる、ロンマン水族館で見るやつおった、なんかあの縦のさ、なんかこういうやつ、うん、え、そんなおんの、なんか取ってや、取ってや、熱帯魚みたいなやつ、なんか書いてくれてる、ハッピーバースデー大輝、ハッピーバースデー30大輝、あ、30タソ、タソ多分ね、横歩きのこんな感じで、ね、さあ、ポイントに着いたよ、うわすごい、うわわー、わー、おお、ライトにしたあとが、うわ、青いね、青い、おお、イワシみたいなやつ、すごいな、サーガーさん、おお、すごい、サーガーさん、すごい、すごいね、すごいね、すごい、すごいね、かわいい、すごい、すごいけど、すごいね、すごいね、はい、上がり、はい、上がり、あの、サンゴ礁が個人的にはめちゃくちゃ感動した、すごかったね、ああ、よかった、綺麗だったね、めっちゃ綺麗やったね、え、すごい、なんか私の中のザ・沖縄みたいなイメージ、ハイビスカス生で見るの初めてかも、おー、かわいいね、んで、あの畑よ、すっごいでかい、あれサトウキビ畑、違うイメージあんまないけど、んー、なんか生い茂ってるね、思いのほか疲れた、まあ、やっぱ水の中体力使うな、うん、おいしい、はい、アクティビティも終わりまして、
那覇市内に戻り、はい、何ですかここは。30分ぐらい時間できたから急遽ちょっとね、八千文通りっていうつぼ焼きがいっぱいある通り、ちょっともうま先見つけたからよく分かってないんだけど、つぼ焼き陶器、まあ、シーサーとかそういう感じ。あ、そうそうそう。ほんでなお目当てのお店いくつかあるからな、このもうめっちゃ可愛い、まあ、ちょっとこう石畳っぽくてこの道がすでに可愛いよ、ね、そうなんかお散歩にもいいって言ってるから30分やったらちょうどいいかもと思って、まあ一泊二日の弾丸旅行なんでね、すごいよな。でも詰め込んでマジでめっちゃ詰め込んでると思うね。ちょっと見てもいいかな。なんかマグカップが欲しいな。マグカップ欲しい？このお色の。購入をだいぶ検討している2つ。どれ？いや色がすごい綺麗でさ、今日入った海をすごい思い出すなっていう気してさ。あ、なるほどね、思い出ね。そう、みんな島の海を思い出す。そう、自分らにお土産。自分らにお土産行こうか。じゃあこれの2つにします。こんにちは。猫ちゃんもおるなんて。あ、嗅いでくれた。嗅いでくれた。あ、でもあんまり興味ないみたい。興味ない。あ、はい。いや、こんななんか壺に収まってんのやばい。ねえ、すごいね。ありがとうございます。お土産バイバイ。あ、泣いた。あ、泣いた。またの。またね。マグカップやったー、買えたー。すっごい沖縄のなんかブルーのさお皿とか多かったやんか。で沖縄思い出すためになんかこう欲しいなと思ってて、マグカップめっちゃ嬉しい。じゃあレンタカー返して空港に行きます。はい。ラストの夜ご飯は沖縄といえばステーキ。イエーイ。ステーキハウス88っていうのはね、那覇空港に入ってまして、ちょっと時間がないのでもう空港内でね食べちゃいます。テンダーロインは決まったけど200か300か迷う。 300? うわー、でかい。はい、やべえ。超レアやな。うまそう。うまい。めっちゃうまい。あ、予想より美味しかった。めっちゃやるから。あ、美味しい。うん、美味しい。これ近くにあったら結構私行くかもしれん。なんかもっと肉バーンみたいな系かと思いきや、油が全然あっさりしてる。食べたら全く臭みない。あ、それが良かったわ。ティマンチュがブレンドしたうま辛万能ソースやって。何それ。結構辛い。ご飯に一番ご飯進む分はニンニク醤油。めっちゃ急いでて笑った。いや結構急ぐよね。あと10分。あと10分でまだこれ米もこれ、うん、マジで急いでて言われたらまだあんま減ってない。まだいける。めっちゃスピードアップできる。めちゃくちゃ美味しかったんですですが、めっちゃ美味しかったけどマジでフードファイター。結構急いで食べたな。もうだって最後私あのお肉とご飯交互に食べる時間がロスやから、もうご飯に塩振って先食べてからお肉全部切ってもうブワーってソースかけて食べた。ちょっと急いで食べた。いやでも味もねめっちゃ美味しかった。あの美味しさであの価格は結構安いんちゃうかって思った。あ、国内線出発こうが、うん、大阪関西え、あ、遅延や。遅延じゃフードファイターしたい。確かに30分くらい遅延してる。ゆっくり食べれた。なんか遅延してるみたいなアナウンス流れたけど、まさかワイラの便やったわね。関空行きの便が、あ、ちょうど30分や。おーいい。おーいい。もう歯に肉挟まってんねんけど。それでも気にせずもうそうやね。ひたすら食べたい。歯の隙間という隙間に肉挟みながら。
あ、じゃあ入ろうか。